世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。2連戦っていうのはあんまりこうないですからね。はい、はい、さあ水谷選手が戻ってきまして、今ですね、まもなくマイクをつけ終わるかなというところでございます。木原美悠対フォンテンウェイの一戦となります。さあ水谷さん準備できたようで、お帰りなさい。はい、ただいま。昨日とに続きましてはトークショーでしたけども、はい、やっぱりいいもんですか、こう地元で喋るトークショーっていうのは。はい、ただやはり生というのはすごく緊張しますね。昨日もおっしゃってましたけどね、はい、いやいやいや、もう本当今日は昨日にも増して、女子の、ね、試合もお客さん増えてますし、こちらのハーフタイム中もいろいろちょっとこう映像で前半ハイライトだったりとか喋ってて、あんまりハーフタイムの方の特集の話聞けなかったんですけど、ちらっと聞こえてきたの、海外での経験だったりっていう時の話なんかもちょっと質問があったんですか。はい、ありましたね。僕は14歳でこうドイツに留学したんですけど、なんでドイツに留学したかって言われると、かっこいいからと。留学かっこいいじゃないですか。最初そこですか。形です。正直そこですね。なんか将来自分が例えばサラリーマンになった時とかに、俺14歳でドイツ留学したんぜってかっこいいなと思って。確かにかっこいいですね。なるほど、動機っていろいろあるんですね。そうです。でも、非常に大きな収穫を得て帰ってこられたということになりますが、さあ第3マッチが始まりました。画面の手前がフォンテンウェイ、そして画面の奥が木原美悠です。これ今日ですね、水谷選手、はい、アビエル側のサイドで言うとリベンジっていうのが一つテーマですよってことで冒頭お話しさせていただいたんですけど、はい、木原選手は開幕戦のリベンジなんですよ。このリベンジ戦を、果たせるかどうかっていうところなんですけど、はいはい、約1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいこう経った状態で再戦するっていう中で、はい、どうですかね。よくこうワールドツアーなんかだとね、とか世界卓球とかだとこう、はい、そういう展開ってよくあると思うんですけど、どんなところがこうリベンジを果たすための重要なポイントになります。強い選手っていうのは非常に賢い選手なんですよ、うん、なので前回こうフォン選手が勝っていて、フォン選手は間違いなくその前回の戦いのイメージを持って試合に臨んでくると思うんですよね、うん、なので前回と同じようにやっていたら木原選手は難しいと思うんですよ。なるほど。じゃ前回の良かったところを取り入れつつ、さらに新しい自分を見せつけることが大事だと思いますね。なるほど。で前回 の、 その木原選手の敗れた形っていうのが、ゲームカウントでいうと 2-0 で木原選手かなりシャットアウト、はい、4点ぐらいで取って、はい、その後に3-4-5と、はい、最後はねシックスオルターですけどやられたわけなんですよね。ということは本選手には、はい、木原選手やったらこういう風にしたらいいんじゃないかっていう明確な多分作戦がもうあると思うんですよね。そうですね、より明確ですよね形が、はい、それを木原選手ももちろん把握していると思うんですけれども、ただやはりそこを徹底的に攻めてくると思うんですよ本選手は、はいはい、なのでそこで木原選手が自分の弱点をしっかり対策できないと、最初から最後までそこを徹底的に攻められてずる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 行かれてしまうと思うので、水谷さん、少し初歩的な質問かもしれないんですが、はい、こう負けた相側って結構悔しさまで覚えてるもんだと思うんですけど、はい、こう勝った側の選手っていうのもその対戦ってのは結構明確に覚えてはいるもんなんですか。覚えてますね。特にすればせるほど明確に覚えてると思いますし、フォン選手は多分木原さんのことをすごくマークはしていると思うので、はい、こうやって戦おうというのは事前に、入念にすごく準備はしていると思うんですよね。特に同じぐらいのレベルというか、こうもう絶対ライバルになるなというような選手に対してのマークというのは当然しますよね。はい、僕なんかは試合が終わった後とかにその日の試合の良かったとこ悪かったとこ次にやろうとすることとかをこうメモしますね。そうすることによって例えば1ヶ月後とか2ヶ月後に再戦した時にそのメモを見て、あ、こういう風にスタートダッシュかけようみたいなのが分かるので、それがないとまたこう最初自分がこういう風に戦おうかなみたいな、なんとなくスタートしてしまってなんとなく点数取ったり取られたりで
スタートダッシュでどうしても遅れてしまうので。なるほど。だから今日例えば試合終わったとしたらそれをメモして次に生かすのが一番いいと思います。勝っても次に、うん、次の戦いに備えてるっていうことですね、はい、どれぐらいのボリュームなんですか、ちなみにそのメモってのは。すごい短いですよ、うん、本当にサービスはここに攻める、横回転とか下回転が効いていた、うん、レシーブはチキータした方がいいとか、逆にロングサービスはあんま効かなかったとか、うん、そういうのが10項目ぐらい、うん、10項目も出るんですね。過剰書きで10個ぐらいあります。あ、そうですか。これやっぱりあの今卓球やっている子どもたちにもどうですか、おすすめですか。おすすめしますね、うん、ただあの子どもたちよりも僕らってやっぱり再戦が多いんですよね。トップ選手同士と同じ選手と戦うことが多いんですけど、まあ、若い世代だと逆にこう初めての初対戦の相手が多くなると思うので、はい、まあ、逆にその例えばですけど子どもたちだったら1年後とか全日本選手権のホープスとかで1年後に当たるとかってなった時に、うん、逆になんかこうメモを意識しすぎるのも良くないんですよね。期間が空けば空くほどメモっていうのはちょっと逆にこう悪い方に働くこともあるので効果がなくなっちゃいますよね、はい、なるほど。なので半年ぐらい経ったら僕は捨てますね、そのメモ。そうですか。あ、とそれにとらわれないようにするということですね、はい。さあ8オールです。打ち合いになりましたが木原が制しました。これで木原がリード。木原がゲームポイントを握りました。第一ゲームは木原が取りました。11対8で先手を取りました。いや、前半はちょっと本選手のペースで、ね、進んで5アンとリードしてされてましたけど、うん、木原選手は途中からこの5連続得点。